はい、シンシンです。今日はですね、ナフコで購入しました、フレームストーブ LL の開封とそしてレビューを、やっていきたいと思います。僕はですね、フレームストーブの通常版といいますか、まあ、あの普通のちっちゃい版を持ってたんですけども、使っていくうちにね、どんどんね、ちょっと大きいの欲しいなっていう風な感情になりまして、あ、そうだ、今ちょっとメスティンでラーメン食べてね、ちょっと掃除したらこんなになったんで、ちょっとはい、ご了承くださいという感じで、大きいのが欲しいなと思ったんですけども、このナフコのフレームストーブの L サイズっていうのもあって、でこっちが LL で、MAX ミニそして MAX っていう状態で、なんか大きさがね、どんどんと大きくなっていくんですけれど、やっぱり一人で使ってるので、どうしようかなというところだったんですけど、やっぱ冬になるとね、ちょっと暖を取りたいということで、今まで使ってたものだったらこれぐらいなので、こうやった時にちょっとね、心もとない暖かさだったんですよ。でここに風防といいますか、あのなんでリフレクターを置いたとしても、暖かいんですけど、もうちょっと大きいの欲しいなっていうのと、あと薪を細かく切るのがね、ちょっと手間だなっていうことで、そのままだいたいね、20センチぐらい、30センチぐらいの薪をね、突っ込めたらいいなっていう風な感じで、悩みに悩んで、L サイズじゃなくて、LL サイズにしました。それでは開封していきたいと思いますと。まあ、だいたい20センチですね、横が。横がじゃねえか、直径か。おおおお、全然違う。あ、やっぱさ、大きいな、大きいな。やっぱ家で見ると違うな。あのナフコとかそのホームセンターとかに行くと広いじゃないですか。家に持って帰ってきた時に、あのテレビの感じ分かりますか？どっか あの家電量販店に行った時に40型50型見ても、あれなんかそんなに大きくねえなみたい なんかそんな感じですけど、いざ購入して家に中に入れるとでかっみたいな、家に入れると超でかいじゃんっていう、あの感覚にこれも似てますね。あー、やっぱ大きいな、いいな、いいですね。はい、こんな感じで、これ五徳、五徳はこのような感じになってます。こんな感じです、こんな感じです。金額がね、大体1000円アップぐらいで LL までありましたね。おお、これが、ああ、こういう風になってるのか。これ五徳の上の部分ですね。ここからね、薪を投入できるっていう。よいしょ。テーブルに置くと、もうこれぐらいの大きさになりますね。ちょっと、完成させると、ちょっと大きすぎるな感じにちょっとなりますが、まあ、でも見た感じはこの画面の大きさっていう感じですね。収まらんっていうところです。はい、今5ドル乗ってました。でこれがロットル、ロストルになります。よいしょ、これがロストルですね。ロストルはここの中にポッと入れてはめると。本当にちっちゃいフレームストーブを大きくしたっていう感じですね。作りはね、きっちりと作られてますね。なんか同じ型で、違うメーカー、なんていうのかな、ミャンミューマウントみたいな、なんとかマウントっていうような、あれと同じだと思うんですけど、まあ、それをナフコさんが自分のところで販売してるっていう、しっかりしてますし、あの作りもいいです。あのよくある安くで売られて中華製のやつあるじゃないですか。もう作りが、ここの感覚がばらついてたりとか、あのね、しっかりと均等な感覚で穴を開けられて、ここもきっちりしてますからね、溶接のところとかも。バリは、まあバリはっていうか、まあそんなあれです。まあ気をつけて触った方がいいですよっていうのがあ
ここだと入りにくくて、この辺だと入って、ね、ちょうどね、その10時でやってるわけですので、ちょっとはまるところにはめればいいんじゃないかなと思います。こっちはおそらくね、深淵だと思いますね。こっちが深淵ではないな。はまらない、はまった。この角度がいいんですかね。閉じた状態でも、ね、置いたら疲れると思いますけど、ね、ここの辺滑るので、こっち上向けて爪を出して、ギザギザしてますのでね。これ出して使った方がいいんじゃないかなと思います。ガタつきはでもあるな、これぐらい。気に ならなければいいですけどね。この辺がちょっと浮いてる感じが、まあ手でうまいことすればいいじゃないって感じですかね。よいしょ。ここはもう浮いてるのか。ここの歪み、もうちょっとこうしたですね。グッと。もうちょっと。うん。だいぶマシになりましたね。いけました。いいですね。やっぱこれぐらいあった方がいいな。大きさってね、映像では伝わりにくいんですけどね。僕が普段使ってるものをちょっと持ってきましたので、これです。これが僕普段使ってるナフコで購入したフレームストーブの大きさになります。大体ほら手で握れるこれぐらいの大きさになります。に対してこっちが LL サイズですねって考えると、まあまあ大きいかと思います。ちょっとワイドにします。はい、これでワイドになりました。ワイドにするとね、ちょっとね、画像がっていうかね、ちょっと歪むのでね、あんま好きじゃないんですけど、まあ大きく近いものをこう広く撮る分にはまあ使いやすいので、ちょっとワイドで撮らせていただきますけども、これプラスここにね、固定がかかるので、こんな感じ。これぐらいの大きさの比較になります。本当に大きいですよね。重さなんですけれど、1078g。約1キロですか。で、続いてこちらは、355g。こっちの方が断然軽いですね。こんな感じにコンパクトに。なります。これはこうか、こうですね、間違えました、こうですね。こんな感じでコンパクトに、ワイドから通常の価格に戻しましたけども、これがこんな感じのコンパクトで、これがこれぐらいのコンパクトになります。ここにね、上にクッカーなどを置いた時に継ぎ足し用の燃料入れがあるっていうのがね、やっぱりここいいなぁと思いました。こっちのちっちゃい方、まあ料理をしてた時に、まあ、薪がだん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 火力が少なくなっていったとなった時に、一旦ね、やっぱりね、クッカーを開けて、で中に薪を入れて、またこう戻すっていう手間がね、ちょっと一段階あるんですけど、これだったらそのままくべるんでいいなぁと思います。あと僕こっちの使い方、料理っていうよりも、もう本当に焚き火メインなので、これで暖を取りたいっていうところにありますので、特にごとくと言いますか、まあ、この部分は、まあ、そう使うことはないかなとは思いますけれども、でも、あった方がいいと思うので、持っていきたいとは思っておりますと。この中にもね、まあ、なんかいろいろ入れてると思いますし。今日はナフコで購入しましたフレームストーブの LL サイズについての、開封とちょっとしたレビューになります。よろしければいいねとチャンネル登録
評価、違うチャンネル登録お願いします。はい、というわけでこんな感じで、あ、これ入るかな、もしかして入るかな、もしかしたらこれが入るんじゃね、これに入れば入るんじゃねえか、ここの蓋にこれが入れば、あー入る、っていうことは下に入る、あー入った、うわお、なんだよ普通のフレームストーブと、あー入った、フレームストーブと LL スタッキングできた、2つ入る、おーすごい。というわけでこの中にはフレームストーブの LL と通常のフレームストーブが入っております。あ、いいですねこれ、持ってって2つでファイヤーできますね、ありがとうございました。